スレッシャー。スレッシャーは、アメリカ海軍の潜水艦。タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、オナガザメカ、A、セレジャー・シャーク3種の総称にちなみ命名された。スレッシャーは、コネチカット州グロトンのエレクトリック・ボート社で寄港した。1940年3月27日に、クロード・ A ・ジョーンズ夫人によって、命名、浸水し、 1940年8月27日に、艦長、ウィリアム・ラベット・アンダーソン少佐、アナポリス1926年組の指揮下収益する。会場講美及び訓練後、スレッシャーは10月25日に、コネチカット州、ニューロンドンを出港し、ニューヨーク州で、機関講務を行い、ドライトートガスで成長を行った。 スレッシャーは1940年末から1941年初頭まで東海岸で作戦活動を続ける。5月1日にカリブ海から新珠湾に向けて出港し、5月9日にパナマ運河を通過、5月21日までカリフォルニア州サンディエゴに停泊し、新湾には5月31日に到着した。年の秋はハワイ水域で、 作戦活動に従事したが、極東では緊張が高まった。スレッシャーは姉妹艦のトートグと共に、真珠湾潜水艦基地を10月31日に出港し、ミッドウェイ島北部で紹介のシミュレートを行う。両艦は完全武装し魚雷を満載していた。トートグが先に帰還し、スレッシャーは巡航を終え12月7日にハワイ水域に接近していた。 当時、範囲水域では、駆逐艦が警戒していた。スレッシャーは8時10分に、日本軍機によって、真珠湾が攻撃されたとの知らせを受け、直ちに戦時紹介体制に切り替えて、警戒を強めた。リッチフィールドは、やがてやってくるであろう。スレッシャーとの会合が試みられ、その予定時刻に実際に会合するはずであった。しかし、スレッシャーは、 日本海軍の潜水艦と誤認されていた。リッチフィールドと同じく出航していた駆逐艦が向かってくるのが見え、スレッシャーは砲撃を受けた。砲弾はスレッシャーの司令塔の表面を破壊、スレッシャーはたまらず先行した。その後、スレッシャーは真珠湾への入港を試みたものの、哨戒機から対戦爆弾を投げ下され入港できず、最終的には 駆逐艦改造の水上規模艦、ソントンの誘導で、ようやく入港し、最初の紹介を終えた。12月30日、スレッシャーは2回目の紹介で、マーシャル諸島及びマリアナ諸島方面に向かった。1942年1月9日から1月13日にかけて、スレッシャーは、マジュロ、ミリ、アルノの各干渉を偵察した後、グアム方面に移動。2月4日、 未明、スレッシャーは、ハガニアの北11キロの地点で、小型の貨物船を発見。直ちに先行し魚雷を3本発射。これは命中しなかったので、発射準備状態にあった残りの魚雷も発射した。スレッシャーは30分にわたって、攻撃行動を繰り返し、一石4500トンの戦果を上げたと判断されたが、戦後のの調査はこれを認めなかった。2月24日。 海軍機がスレッシャーを誤爆してしまったが、幸いに、スレッシャーには損傷はなかった。2月26日、スレッシャーは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。3月23日、スレッシャーは3回目の紹介で、日本近海に向かった。この紹介では、ウィリアム・ハルゼー中将率いる、第16任務部隊、空母ホーネット、エンタープライズ機関が近く行う。 特別任務ための気象データを収集する任務も与えられていた。この特別任務は4月18日のジミーーリットル中佐による日本空襲に他ならない。また、スレッシャーには4隻の日本の潜水艦が東京湾から出てくるであろうというも伝えられていた。4月10日朝、スレッシャーは大型の貨物船を発見した。貨物船が霧の中に入っていく前に魚雷を3本。 発射したが、すべて外れた。やがて、貨物船は、霧の中から出てきたが、この時は、攻撃体制が取れず、見逃すしかなかった。しかし、スレッシャーはその日のうちに二番目の目標を発見し、伊豆大島北端、風早崎ヤ島大沖で、ポルトガル船籍の貨物船佐渡号、山下汽船要船、三千三十九トンに、魚雷一本を命中させて撃沈した。まもなく、 三隻か四隻程度の紹介艦艇が、スレッシャーに対し爆雷攻撃を実施。スレッシャーは120メートルの深度に潜んで攻撃が、止むのを待った。攻撃が止むと、スレッシャーは、春勢中将の任務部隊のための支援を続けた。ところが、4月13日に浮上して充電中に、スレッシャーは大波をかぶり、海水は艦内に入り込んで電気系統を水浸しに、ショートさせ、 塩素ガスの発生が危惧された。しかし、応急措置が迅速に行われた結果、海水は汲み出されて最悪の事態を免れた。4月14日、スレッシャーは気象データを通報し、この情報は春勢中将の任務部隊に通報されて極秘作戦に活用された。スレッシャーは4月16日にこの海域を去り、2機の日本の哨戒機から逃れた。 4月29日、スレッシャーは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ウィリアム・ジェームズ艦商作、アナポリス1928年組に変わった。6月26日、スレッシャーは4回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。7月1日にタンカーを来撃したものの、護衛艦と紹介機によって3時間制圧された。 7月9日、スレッシャーは、クエゼリン干渉とウォッチェ干渉の間を紹介中、特設水雷母艦、神サチマル、栗林商船、4836トンを発見。スレッシャーは、魚雷2本を神サチマルに向けて発射し、命中させて神サチマルを撃沈した。その直後、上空を紹介中の水上偵察機が、対戦爆弾2発を投下し、 スレッシャーを揺さぶった。そのおよそ10分後、スレッシャーは、海中にあった四つ足の大きな怒りに引きかかり、スレッシャーではこれを、日本軍が潜水艦を捕獲する罠と考えていた。怒りのせいで、動きがままならず、スレッシャーは、水中高速航行を行って、怒りを振り落とした。しかし、その間にも、対戦爆弾を投下され、艦はその度に揺さぶられたが、 幸い大きなダメージは受けず、修理の上トラック諸島、パラオ方面に移動した。7月20日夜には、貨物船を取り逃がし、翌7月21日早朝には、檻からのスコールの中を浮上したものの、日本の紹介艦艇の体当たりを受けそうになった。アンボン沖では、9シップと交戦し、魚雷2本を発射したが回避された。8月15日、スレッシャーは50日間の行動を終えて、 フリーマントルに祈祷した。9月15日、スレッシャーは5回目の紹介で、南シナ海及びタイランド湾方面に向かった。この紹介では、機雷不説の任務も与えられていた。9月19日、スレッシャーは、ロンボク海峡北側で2隻の貨物船を発見し、来撃したが、失敗した。9月25日夜には、スールー海でものすごく高速の目標を発見したが、 やはり攻撃できなかった。10月16日23時頃、スレッシャーは、タイランド安西北部のパールバンク付近に浮上し、を中心とする海とに嫌いを付設した。これは、アメリカ潜水艦が嫌いを付設した最初の例となり、インゴマレー半島、インドシナ半島、ボルネオ島方面で、しばしば潜水艦による嫌い付設が行われ、ソロモン諸島方面の戦闘に駆り出された。 潜水艦を補助するものとなった。残りの期間は、バリクパパン、セレベス海方面で紹介を続けた。キト、と、ジャワ海、カポポ山島に座礁している小型タンカーを発見し、砲撃を浴びせた。11月12日、スレッシャーは61日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。12月16日、スレッシャーは6回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。 12月25日に、スラバヤ近海の哨戒海,海域に到着。ほどなく、の地点で2隻の駆逐艦、数隻の苦戦艇、2機の哨戒機によって護衛された輸送船団を発見。スレッシャーは、護衛をやり過ごし、3隻の貨物船に向けて、魚雷を5本発射。2回の爆発を確認し観測すると、2番目の貨物船であった陸軍船第一時まる。 富士山海運892トンが身動きが取れず煙で覆われて線尾を上げているように見えた。第一と極まるの沈没をスレッシャーは確認しなかった。次の夜には空母のような船を発見したが護衛艦に邪魔されて目標はやんに紛れ一時間以上も接触できなかった。十二月十九日夜、スレッシャーはの地点で貨物船8や丸ダ歩船 2733トンを発見。日付が変わる直前に、魚雷を貨物船に向けて発射したが命中しなかった。スレッシャーは浮上し、向かってきた貨物船を避けながら、関西砲で8つの命中弾を得て八安丸は沈没していった。1943年1月10日、スレッシャーは25日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討し、 1>, 1月25日、スレッシャーは7回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。2月14日11時ごろ、スレッシャーはの小寸ダル東海域で、イ1 6 2を発見。魚雷2本を発射したが、1本は命中せず、もう1本は海底に当たって爆発した。スレッシャーは浮上し、イ1 6 2と浮上砲線を交わしたが、イ1 6 2は水平線上から去っていった。 2月21日、スレッシャーはの地点で2隻の護衛艦に護衛された3隻の輸送船団を発見。陸軍輸送船ク山ヤママル、山下機船5724トンに向けて、魚雷を2本発射し、1本が船尾に命中した。スレッシャーは13発の爆雷を避けた後、ク山ヤママルが航行不能の状態になり、ボートで人員を運び出している姿を観測。その後、 護衛艦に注意しつつ2回目の攻撃を行い、期待中に2度の大爆発を確認した。翌2月22日、スレッシャーは依然として漂流していた、クワヤママルに止めを刺し、クワヤママルはワシントンの誕生日を祝うがごとく、船体を V 字に折って3分で沈んでいった。3月2日、スレッシャーはの地点で、貨物船とタンカー東円丸、岡田商船。 5232トンを発見し魚雷を発射。一本は東円丸に命中して、これを撃沈し、貨物船は雷石を見て回避した。付近にいた護衛艦が接近してきたので、スレッシャーはこれ以上の攻撃を諦めた。3月10日、スレッシャーは45日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。 ミリカン艦長は帰島後、潜水艦隊司令官少将に六6 2を取り逃がした件を切り出し、魚雷の欠陥について、不平を述べたが、クリスティ少将はあまり相手にしなかった。この後、艦長がハリーフル少佐、アナポリス1932年組に変わった。4月4日、スレッシャーは8回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。このでは、 ヌサラウト島に向かい、人員を輸送してくる任務も与えられていた。しかし、5月1日に予定地点に到着したものの、スレッシャーが輸送すべき人員の姿がなく、5月5日まで待ったが結局会合は失敗。5月11日、スレッシャーは司令部宛に接触せずと報告した。また、この紹介で戦果を挙げることはなかった。5月23日、 スレッシャーは50日間の行動を終えてフリーマントルに帰討した。6月16日、スレッシャーは9回目の紹介でセレベス解放面に向かった。この紹介では、ネグロス島の抗日ゲリラに対する輸送任務も命じられていた。6月30日夕刻、スレッシャーはボルネオ島東岸でパラオに向かう第2603戦乱を発見。 駆逐艦ホカゼが3隻の輸送船を護衛していた。19時頃に魚雷3本を発射したが、いずれも命中しなかった。船団は北方に進路を変えたが、スレッシャーは翌7月1日未明に船団を再発見。2度目の攻撃をかけたが、またもや失敗に終わった。スレッシャーはなおも追撃し、19時38分頃にの地点で3度目の攻撃を行い、 古風の監守日に魚雷を命中させた。スレッシャーは浮上して、船団を攻撃しようと接近したが、防御砲火に阻まれて、先行を余儀なくされた。スレッシャーは、船団を追跡し続け、日付が7月2日に変わった直後にの地点で、船団から遅れていた陸軍船米山丸、板谷商船、5274トンに向けて、魚雷を2本発射。1本が命中し、 ヨネヤママルは大爆発を起こして沈没していった。7月5日にはセレベス島タンブワンでタンカーを発見し、護衛艦がいなくなるのを待って、魚雷を3本発射。魚雷はタンカーに命中したように思えたが、タンカーは微砲を威嚇発射しつつ、高速で逃げていった。7月9日、スレッシャーはネグロス島西岸かとも岬の会合店に到着。 闇に乗じて500ポンドの武士と4万ラウンドに及ぶ弾薬をゲリラに渡し、ゲリラからは情報機関文書を預かった。スレッシャーは作業終了後、即座にこの場を去って紹介を再開した後東に向かい、途中でミッドウェイ島に寄港した。7月28日、スレッシャーは42日間の行動を終えて真珠湾に帰島。 オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に解放された。終了後、スレッシャーは10月8日に同地を出港して、1週間後に新珠湾に到着した。11月1日、スレッシャーは10回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。この頃、ギルバート諸島攻略のアルバニック作戦が進められており、 これを阻止する日本艦隊がトラックから出てくるとも考えられた。そこでトラックの干渉の各入り口や予想深度上に潜水艦を配置して迎撃する計画が立てられた。スレッシャーはトラックの北方に配備された。11月12日朝、スレッシャーはの地点で南下してきた第3101、船団を発見。2隻の護衛艦をやり過ごし、特設運送船部困る。 太平汽船4862トンに向けて、魚雷を3本、別の目標に向けて、もう3本発射。マ丸に向けられた魚雷は命中し、マ丸は沈没。直後、護衛艦の一隻である駆逐艦朝風が反撃し、20発の爆雷を投下した。この攻撃で、スレッシャーは艦内の各部に浸水が発生。これ以上の紹介続行を断念した。 11月29日、スレッシャーは29日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ダンカンシーマクミラン少佐、アナポリス1926年組に変わった。12月27日、スレッシャーは11回目の紹介で、東、シナ海に向かった。1944年1月10日、スレッシャーは、マストを見つけて先行。よく観測すると、 相手は漁船であった。スレッシャーは浮上し、距離5500メートルで射撃を開始、5インチ砲弾45発、12.7ミリ機銃1 0 0発、20ミリ機銃770発を追やして撃沈した。スレッシャーは、ルソン海峡に移動した後、1月15日11時43分に、空母のような船と護衛艦を発見し、魚雷を発射した。護衛艦の反撃があったものの、 2時間に及ぶ爆雷攻撃をしのいだ。17時ごろに潜望鏡振度に戻ってみると、護衛艦がいる4隻の輸送船団を発見。この船団は、マニラから高尾に向かっていた第882船団であった。スレッシャーは19時11分に浮上し、船団を追跡。深夜になって攻撃を開始し、まず王宮タンカー、立野丸、日本優先。 7296トンに対し、魚雷を4本発射。うち2本が、辰野丸の船倉に命中し、船体を真二つにした。2分された、辰野丸の船体は、前半部が急速に沈んでいき、後半部は2日かかって沈没した。スレッシャーは、次に2番線の陸軍船東方丸、北海汽船4092トンに対して、魚雷を3本発射。2本が、 東方丸の左限に命中し、東方丸は微砲で反撃したものの、爆発を起こして沈没していった。スレッシャーは三番目の目標を五インチ砲で攻撃しようとしたが、護衛の水雷艇とも鶴が向かってきたので先行。とも鶴は二十発の爆雷を投下したが、スレッシャーには損害を与えなかった。一月十六日、スレッシャーはの地点で、レーダーで、 第356戦団を探知。ドン天の夜だったが、相手が来るのを待ち続けた。日付が変わって1月27日0時11分、スレッシャーは、輸送船菊クズキ丸、南日本機船、1266トンに向けて、魚雷を3本発射。魚雷は命中式菊クズキ丸は35秒で、沈没していった。間発入れず二番目の目標である特設運送船、雪なり丸。 三井船舶2205トンに対して5インチ砲を射撃。この間に3番目の目標は南に向かって逃げていった。スレッシャーは雪なり丸を追撃し、最後に残った魚雷を発射。魚雷は船尾に命中し、スタマジー爆発はスレッシャーにも影響を与えた。手記には安全装置がかかり、断熱材やライトは壊れた。さらに、 護衛艦が向かってくることも予想された。スレッシャーは、海底で3時間もの間、息を潜めていた。その後、スレッシャーは1月28日から29日にかけて、台湾とパラオ艦の航路を紹介しつつ、東に向かい、ミッドウェイ島に寄港した。2月18日、スレッシャーは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島 この紹介での活躍が評価され、マクミラン艦長に海軍十字章が授与された。3月18日、スレッシャーは12回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。この紹介ではトラックを空襲する航空部隊の救助任務を担当した。4月11日にはを艦砲射撃して写真偵察も行い、4月17日と18日には、 サターン艦渉を偵察した。紹介中、二隻の敵艦を目撃したが、攻撃できなかった。5月8日、スレッシャーは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰討した。6月14日、スレッシャーは13回目の紹介でアッポゴン、ガードフィッシュ、ピラーニャと、ウルフパック、ミッキー・フィンズを構成し南シナ海に向かった。ウルフパックの指揮は、 ガードフィッシュ座城のウィリアム V、ミッキー・オリガン大佐が取った。担当海域に向かう途中、ウルフバックは航空機からの遭難信号を受信。6月27日に現場付近に到着したが、落下式のタンク以外は何も見つからなかった。その後は7月11日にレーダーで輸送船団を探知するまで航空機か漁船しか観測しなかった。7月12日、 ウルフバックは、バタン諸島近海で、モマレイチ団を発見したが、スレッシャーのみは、護衛艦に邪魔されて、攻撃の機会を逸した。翌7月13日に4隻は、再集結。7月16日16時ごろ、スレッシャーはの地点で水平線上に登る煙を、発見。2時間後、大輸送船団であることを確認。この船団は、 高尾からマニラに向かう魂21戦団だった。まず、ピラーニャが陸軍輸送船シアトル丸大阪商船5773トンを午前中に撃沈した後深夜23時頃になってスレッシャーが攻撃の地点で貨物船セーネーマル、大連機船4918トンと護衛艦に対して魚雷を3本ずつ発射すぐさま反転して 艦尾発射艦から2番目の貨物船に向けて、魚雷を4本発射し、4回の爆発を確認。この攻撃で青年丸を撃沈した。スレッシャーは、魚雷を再度装填した後、2度目の攻撃で、別の貨物船とタンカー、護衛艦に対し魚雷を発射。直後に、爆雷攻撃があったが、スレッシャーは3度目の攻撃の準備を急いだ。 3時45分ごろに3度目の攻撃で残っている貨物船とタンカー、護衛艦に対し魚雷を発射。そのうち陸軍船小三丸、広告機船2838トンに魚雷が2本命中し、タンカーに1本命中したように見えた。小山丸はあっという間に沈没していった。一連の攻撃でスレッシャーはべての魚雷を使ったためウルフパックから離れて、 ミッドウェイ島に向かった。スレッシャーは6隻3万5千百トンの戦火を主張したが、戦後のジェニックの調査では2隻7 7七百トンしか認定されなかったが、この行動に対してを授与された。7月27日、スレッシャーは44日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がジョン・アール・ミドルトン・ジュニア少佐、アナポリス1935年組に変わった。 8月23日、スレッシャーは14回目の紹介で、東、品海及び、公海方面に向かった。8月29日には、艦は激浪に叩かれたが乗り切った。9月10日には、九州近海で、不設艦と二隻の苦戦艇を発見したが、小さな目標を探知したのでその場を離脱した。9月13日、スレッシャーは、 貨物船と大型タンカーを発見し魚雷を4本発射したが、距離が遠く攻撃は失敗。消火機の反撃を招いてしまったが、スレッシャーに損害はなかった。9月18日15時31分ごろ、スレッシャーはの地点で水平線上にマストを発見。19時23分には、相手の姿を確認するとともに護衛艦をレーガーで探知。 21時ごろに攻撃体制に入り、相手である陸軍船業空丸打ホ船6854トンが右に曲がったのを見て魚雷を4本発射。しかし、震度予測は外れて魚雷は命中しなかった。スレッシャーは距離1100メートルまで近寄ってさらに4本発射。2本目の魚雷が命中し、行空丸は急速に沈没していった。 スレッシャーは、夕張型系巡洋艦と思われる艦艇を含む3隻の艦艇を察知したが、相手は高速で、戦場を去った。スレッシャーは、航海の奥深く、漁船と出会いつつ、満州沿岸に向かい、9月25日9時44分に、貨物船日清丸、太陽工業、1468トンを発見。スレッシャーは13時15分に浮上して逃げる。 日清丸に向かっていったが、水蒸気を見つけたので先行。先行後、対戦爆弾一発が近くで爆発した。16時過ぎまで先行した後浮上し、18時15分、ゴルニの地点で、再度日清丸を発見。月をバックにして、魚雷を2本発射。1本が日清丸の急所に命中して1分以内に、沈没していった。翌9月26日。 スレッシャーはの地点で5000トン級タンカー、すなわち貨物船、高越丸、航海機船、873トンを発見。スレッシャーは、魚雷を4本発射。魚雷が命中すると、高越丸は、瞬時に沈没していった。スレッシャーは、魚雷を使い切ったので、ミッドウェイ島に向かった。10月3日、スレッシャーはトロール船を発見し、追跡した。日没後に浮上し、 五ン地方で激沈した。十月八日に、ミッドウェイ島に帰港。十月十二日、スレッシャーは五十日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。1945年1月31日、スレッシャーは15回目の紹介で、タイルフィッシュ、シャード、ピート、ウルフパックを組んで、ルソン海峡方面に向かった。二月十二日から十三日に、 サイパン島に寄港した後、懲戒海,海域に到着。ウルフパックの中でスレッシャーのみが敵との二度の接触に成功し、しかし、一つは相手が浅木水で命中せず、もう一つは回避された。3月28日には、ピラーニャ、パファーと共に、バタン島オバスコに対して、艦砲射撃を行った。4月4日、スレッシャーはサイパン島で潜水母艦の整備を受けた。 4月24日、スレッシャーは82日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これがスレッシャーの最後の紹介となった。第一戦を離れたスレッシャーは、練習艦としてエニウェト区艦賞に向かい、8月15日の終戦まで、同地で訓練艦任務に従事した。9月15日、スレッシャーはエニウェト区艦賞を出港し、9月22日に真珠湾に到着。 9月26日に真珠湾を出港し、10月4日にサンフランシスコに到着した。その後、10月31日に西海岸を出発し、11月10日にパナマ運河を通過して11月18日にポーツマス到着。スレッシャーは12月13日に同地で退役した。スレッシャーはビキニ干渉での原爆実験に、 標的艦として使用されるために1946年2月6日に最終駅した。しかしながら改装中に経費がかかりすぎることが判明し、改装は中断された。スレッシャーは最終的に1946年7月12日退役した。その後1947年12月23日に除籍され、1948年3月18日に マサチューセッツ州のマックス・ジーゲルにスクラップとして売却れた。スレッシャーは第二次世界大戦の先行で15個の従軍政賞と1個の海軍部隊賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。